こんにちは、なのかです。今回は〇〇ロスを回避する方法っていうことでお話ししたいと思います。〇〇ロスっていうとですね、いろんな言葉をね当てはめることができますよね。自分が今まで大切にしてて、自分の人生でかけがえのないもの、自分の人生にはあると思ってる、それが確固たるね、もう絶対的な存在、そう思ってたものをなくしちゃう、失っちゃうっていうことですよね。自分にとってすっごく大切で、あるのが当たり前と思ってるからこそですね、それを失った時のショック、悲しみ、孤独、もう絶望、奈落の底に落ちたりもねしますよね。その中でまずね、一つは人間ですよね。自分の大切な人が亡くなっちゃったり、あるいは付き合ってたりね、そういう関係があった人がもう別れが来て、いなくなっちゃうとかですね。あとはペットもね、ありますよね。ペットロスっていう言葉がありますからね。だからそういうこう生きてるものがいなくなっちゃったり、別れが来たりっていうことのロス。そしてですね、あとは例えばですよ、私がですね、動物をね、ずっとこう YouTube で見てるんですけども、それが去年の8月ぐらいから見始めて、で、ずっとこうね、すごく夢中になって見てたんですけども、ちょっとね、先日ですね、動物園の方が、もうその YouTube に発信しないでくださいっていうか、お金をね、得るためには、動画をアップしないでくださいっていうようなことをね、決めたんですよね。そのなんかこうお触れがあった時にですね、この視聴者側の人たち、もちろん私もですけど、って感じだったんですよね。じゃあもう発信してくれる人いなくなっちゃうんじゃないのって思いますよね。で、やっぱコメントもですね、入ってました、そういう動画に。じゃあもう見れなくなるんですかねっていうね。いや、私もすごくね、遠くに住んでるから動物園そこ行けないから、もうね、YouTube で本当に楽しみにしてたのに、これから見れないんですかってもう皆さんね、もうがっかりしてね、本当にもうロスですよね。これだけずっと毎日毎日見てた動物園のね、動物がもう見れなくなるんだ。動物園ロスですよね。動画ロス。でもですね、やっぱその中でも、やめられた方もいらっしゃれば、いや、収益とかも得なくても、動画で出しますよっていうことでね、自分ももともと動物好きだからっていうことで上げてくださる方もいらっしゃったんですよ。だから、もうそういう貴重な方がいらっしゃって、ありがたいって皆さんね、感謝してて、私ももちろんね、本当にありがたいな、この方って思ってね、見させていただいてるんですね。だから、そういうですね、自分が楽しみにしてたものが、なんかある日突然ですね、もう見れなくなっちゃうような状況になっちゃうとか、あとはですね、例えば大好きなアーティスト、歌手だったりタレントさんとかが、引退しますとかね。いや、もうね、ライブにね、欠かさず行ってて、もう本当に幸せだったのに、もうライブに行けないんだ、もうやめちゃうんだ芸能界っていうことでね、もうそういうこともありますよ。あとはもう本当漫画家さんだったり小説家の方だったり、いろんなね、創作物をされてる方がもうね、執筆活動をやめますとか、そういうのありますよね。だからもう本当にこう今まで自分が夢中になって大切で、自分の人生ですっごく楽しんでて、そういうものがですね、ある日もうね、なくなるっていうですね、もう見れなくなるとか、そういうこともね、あるから、それもですね、ロスなんですよね。だから人間に対するロスもあれば、そういうものに対するロスもあるっていうことなんですよ。ということは、そのロスをですね、回避しないと、自分のメンタルが、本当にですね、もうブレブレというか、もうメンタル落ちたりね、ってなっちゃって、もう感情的になって、もう本当に喪失感というかね、ありますよね。だからそういうことをね、回避するっていうことをやっていかなきゃいけないんです。それはですね、常日頃心がけといた方がいいっていうことで、その方法をですね、今回お話をするんですね。で、まず私のね、体験をお話しすると、私はですね、主人を亡くしてて、その翌年に弟も亡くしてます。で、本当に私の人生にとって、いや、主人は普通にこうね、いるっていうかね、それが当たり前。いや、もうね、ずっと流産をね、繰り返して、やっとですね、娘が生まれて、これから三人のね、本当にこう、家庭っていうものを味わっていけるんだなと思ってた矢先にですね、まだ娘が1歳の時にもうね、肺がんだっていうこと で結局、娘がね、2歳になる前にね、もうあっという間に半年で亡くなっちゃったんですよ。だから主人っていうのがもう永遠にですよ、もう本当に年老いた老夫婦になるまで、そして娘の成長をずっと一緒にね、
もう幼稚園、小学校、中学校、そしてもう成人式とか結婚式、そして娘の孫までっていうね、一緒にね主人と見ていけると思ってるわけなんですよ。いや、まさか主人が亡くなるなんて思ってないんですよね。想像すらしてないんですよ。だからその主人ロスですよね。本当にロスでした。もう亡くしたっていう、もう失ったっていう、ものすごいショックで、まあ、私のどん底はそれをきっかけにですね、もう本当に始まっちゃったわけなんですけど、まあ、その主人ロスでね、それだけ奈落の底に落ちてたのに、その翌年にですね、今度は弟が自死したということで、いやー、まあ私弟だってずっと一緒にいると思ってました。一緒にって言っても住むとかじゃなくてね、もうこの世で、まあ、ずっとこうね、弟は私にいるっていうことでね、いや、もう弟もずっと年取るまで私の弟で生きててくれるって、それ当たり前だと思ってますよね。当たり前だと思ってるんですよ、人間って。だからその当たり前が当たり前じゃないっていうことを、私もう本当にですね、もう何度も経験してるんで、あ、これって当たり前じゃなかったんだって気づいたんですよね。だからそれ以降ですね、あ、当たり前ってないんだなっていうことで、それを心がけて生きるようになったんですよ。全部この自分の想像とかね、イメージですよね、思い込み。いや、今自分にあるものは永遠にあると思ってるんです。そのね、永遠にあるとかも普段は意識してないんですよ。だって当たり前すぎるから。いや、主人が毎日ここのね、一緒の家にいるのも当たり前。いや、私の弟がいるのも当たり前。ね、それって当たり前だと思ってますよね。皆さんもそうじゃないですか。自分のね、この家族が今生きてるの当たり前。まあ、いつかね、寿命が来て、それぞれね、まあ、いつかはなくなるんだろうけど、まあ、当分はいるっていう、そういう感覚ですよね。だからその当たり前っていうことが無意識的にずっとみんな思ってるんですよ。でも当たり前じゃないんですよね。いつなくなるか、いつ失うかわからないんですよ。だから人生って変化するんだっていうことなんですよね。人生はずっと同じじゃないっていうことなんですよ。だからずっと同じだと思い込んでるから、何か変化が起きた時にものすごくショックを受けるんですよ。っていうことなんです。なんでって、なんで私の人生でこんなことが起きるのって、そう思ってました、私も。なんでなの、なんでなの、なんですよね。そのなんでっていう言葉が自分の中に思い浮かべる時がですね、人間って辛い時なんですよ。それをですね、受け入れられてないからなんです。受け入れてないから、なんでっていう疑問形になるわけなんですよね。それがちゃんと納得できてたら、なんでなんて思わないんですよ。あ、人がね、亡くなるのは当たり前だから、あ、私の主人ね、それがね、当たり前のことで亡くなったんだな。私の弟もね、まあ、人が死ぬのは当たり前だから亡くなったんだな、なんてね。もう本当にこうね、そういうふうに考えられるかもしれないんですけど、でもやっぱり人間って感情があるから、なんでなのってなっちゃうわけなんですよね。そしてやっぱりこう自分は、ずっとそのね、状況で、まあ、満足して生きてられてると思ってるから、その満足が満たされない状況になっちゃうと、もうですね、なんでなのってね、なんでってなっちゃうんですよね。もうそこで感情がですね、もう全然コントロールができてないっていうことなんです。だからそのね、人間に対するそのロスのこともそうですけど、さっきお話ししたね、自分が好きなものを毎日欠かさず見たり楽しんでるものがある日突然見れなくなるとかなくなっちゃう、あるいはですね、何かこう芸能人なんかをものすごく好きな方がね、誰かにものすごくハマってる方が、その人が結婚とかしちゃうと、なんとかロスってよく言いますよね。でもね、自分がその人と結婚できるわけでもないって、それ当たり前に分かっていても、やっぱりね、結婚してほしくなかったみたいなね、なんとかロスってね、よくね、ネット上でもありますし、あとはドラマでもそうですよ。本当にこうね、そんな一つ一つでもね、ロスになっちゃうわけなんですよ。ずーっとハマって見てたね、ドラマがもう終わっちゃう、最終回になっちゃった、ああ、なんとかロスだみたいなね、もう見れないんだって、終わってほしくなかったみたいな、ありますよね。私もつい最近ね、動画でお話したように、古畑任三郎をですね、再放送をね、見てるわけなんですけど、それがですね、なんか、どんどんこう配信がこうなくなっちゃって、あとね、本当に残りが少なくなっちゃってるような状況になっちゃうと、もう見れないんだ、古畑任三郎、めっちゃ面白かったのに、まだまだ見たかった、みたいなね。だから何かが、こう、満たされない状況になると、それがロスっていうことになりますよね。そうやって何かに夢中になってね、ものすごくハマって、
もう大好きだ、もう私はもうこの人がいないとってね、それは人間関係でもドラマでもね、アーティストでも何につけても、いやこれがないとって、まあペットもそうですね。だからこれがないと私はもうダメだって思い込むぐらいにハマっちゃうとですね、その反動がめちゃくちゃ来ちゃうんですよ。でもですね、まあそれもありって言ったらありなんですよ。そういうのもやっぱり人生の醍醐味で、これだけ夢中になったものがロスになって、あ、もう私は悲しいってこの感情を味わうのも一つの人生の醍醐味なんですけどね。まあ人間に生まれてきてそういう感情を味わえて楽しいっていうこともあるんですよ。そのね、あの辛い感情が楽しいと思えるっていうのはやっぱり宇宙の法則的なことなんですね。この人間に生まれてきていろんな経験をしたいから、いろんなシナリオを書いて来てるわけなんですよ。だからその辛いとか悲しいとかそういうのも味わいたいと思って人間になってるんです。だからそれは本来の願いだから叶ってるんですよ。いろんな感情を味わいたいと思ってることはもう叶ってるんですね。それで、でもやっぱりあの人間としてあんまりこうね、感情がこうね、もう高ぶったりドーンと落ちたりとか、そういうこの幅がですね、広すぎるとメンタルをちょっと病んじゃう人がいるので、まあ、そのメンタルを病みそうにならないようにっていうことで今回お話ししてるんですね。そのメンタル全然病まない人だったらいいんですよ。あのものすごくハマってわー楽しい嬉しいってなってて、でもその人がいなくなったらドカーンと落ちる。でもまたね復帰してね、いやもうまたね、あの私はもうね立ち直ったっていうことでまた明るい人生になれる人ならいいんですけど、やっぱりメンタルを本当に病みやすい人がいるから、まあその方法ということで今回動画でねお話しようと思ってるんですけど、まあ、そのですね、丸々ロスを回避する方法はですね、まず一つ目は人生は変化するっていうことをもうね、あの確固たる現実だっていうことで認識をするっていうことなんです。あのずっと変わらないっていうことはないっていうことなんです。人生は必ず変化するんです。それは自分自身の人生だっていろいろね毎日変化してますよね。それと同じように、他人の、他人って言ってもそのね大事な人も他人です、他者っていうことで、その他者の人生も変化するから、そして人それぞれ寿命があるから、その寿命が来たらなくなるんですよ。それは遅い早い、それぞれ人それぞれなんです。みんながあのご長寿っていうことじゃないですよね。本当に若くしてっていうことも本当に往々にしてありますから、人それぞれのそれ寿命なんですよね。だからこの自分がその人が大切だからずっと長生きしてほしいと思ってもですね、いやその人の寿命っても決まってるんで、自分がですね思いもよらない時にその人がもうあっという間に亡くなっちゃうということがあるんですよ。だから私もそうでしたよね。過去に主人と弟がもう若くして、ね、亡くなってますから。だからあの人生って変化するっていうことなんです。いろんなことがずっと同じじゃないですよっていうことなんです。それをですね本当にわきまえて認識してですね、あのそういう思考で生きてれば、何かがあった時に、あ、人生って変化するんだよな、だからこういうことが起きるんだよなってある程度は考えられるんですね。でもそれを一切考えなかったらもうドーンと落ち込んじゃうっていうことなんですよ。まあ、私もねその過去の時はそういう認識が1ミリもなかったから、ただただもう本当にショックで、もう奈落の底に落ちて、もうどん底生活が始まっちゃったわけなんですね。だからあの時自分のですね感情を全くコントロールできてない。でこの人生ってどういうものかとか、まあ、宇宙のことなんか全くね知らないというかね、全くそんなこと考えもしてないから、ただただ表面で物事を見て、あ、大切な人が亡くなっちゃった、まあ、私はもう終わりだ、もうねどん底だっていうことでね、毎日泣いてたっていうことなんですね。だからあの物事を表面だけで見ないっていうことが大事っていうことなんですよ。人生とはっていうことをちゃんと認識しとけば、あのそこまでのものすごいショックじゃなくなるっていうことなんです。もちろんね、人間に生まれてるから感情があるんで、悲しいとか辛いはもちろんあるんですよ。それをですねなくしてくださいっていうお話じゃないんです。泣いたりショックを受けるのは当たり前だから、それはそれでいいんだけど、でもそれを長引かせないっていうことが本当に大事なんです。ある程度泣いたり悲しんだり寂しいと思っても、それをですねものすごく負に捉えないっていうことなんです。人としての感情を今私は味わってるんだでいいんです。あ、私はね人間だから今悲しいと思ってるのは当たり前、大切な人が亡くなったのはね本当に私にとって辛いんだ、まあ、そういう感情当たり前だよなって、だから自分が悲しんだりショックを受けてることを否定しなくていいんですよ。あ、私がねこうやって感情をね今落としてるのも当たり前だって、
それをまず認めてあげれば、またですね、こう時間が来ればですね、徐々にね、立ち直って、また明るくなれるんですよね。そしてもう一つのね、丸々ロスを回避する方法っていうのは、日々に感謝するっていうことなんです。当たり前だと思わないっていうことなんです。大切な人がそばに今いる、それが当たり前だと思わないっていうことなんです。人生は変化するって認識するってさっき言いましたよね。その変化するから、今いてくれてることが当たり前と思わないっていうことなんです。いてくれてる今、あ、これありがたい。この人が今私のそばにいることは本当にありがたいんだ。日々に感謝するっていうことなんですよ。一つ一つを噛み締めるっていうことなんです。ね、動物もそうです。動物の動画をこうやって見れること本当にありがたいな。この配信してくれる人がいるから私は見れてる。ありがたい。ね、感謝だなって。そしてアーティストとかも今この人が活動してるから私はこうやって楽しめてる。ありがたい。ああ、もう本当に今を大切に生きよう。こうやって日々に感謝するっていうことなんです。日々を噛み締めて生きるっていうことなんです。そうするとですね、そのね、対象物に対してもものすごくね、心穏やかにいられるんですよ。なんでってならないんですよ。ああ、そうかってね、こう本当にこうね、しみじみと噛み締めて、まあこれも人生だよなって。ああ、なんか人生って本当ね、いろんな感情を味わうんだなってこうね、ある意味俯瞰して見れるっていうことなんで、メンタルをものすごくね、落とさなくて大丈夫なんですよね。そしてですね、その二つに付随してもう一つ、やっておけばいいっていうことがあるんですね。丸々ロスを回避するためにやっておけばいいこと。それはですね、一つのことにあまりにも集中しすぎずに、いろんなことに自分の意識を持っていって生きとくっていうことなんです。例えば、私のことでもう一回言いますけど、そのね、動物がね、見れなくなるかもっていうことにちょっとなったんですね、一時期。その時に私は、もうほら、今の私だから過去の私じゃないんで、あ、人生って変化するからね、あ、こういうこともあるよなって、もうね、ちょっと動物見たかったけど、まあこれも仕方ないなってね。まあそういうふうに人生の流れがあって動物園がそういうふうに変化してね、今までは、いや、撮っていいですよって言ってたのがもう撮っちゃダメですってね、それもね、まあ人生のいろんなことがね、変化するっていうことの一つだなって、今の私だったら思えてて、でもそれでももちろん人間だからちょっと残念だな、見たかったなって思ってたんですよ。私ものすごく動物に集中はしてますよ。してるんだけど、それだけじゃないんですよ。やっぱり私の日々の生活の中で動物だけしか見てないわけじゃないですよね。他にも絵を描いたり、この YouTube をやったり、あるいは他にもね、自分の楽しみをちゃんと作ってるわけなんです。だから、分散してるんですよ、自分のメンタルを。この動物だけにしか私はメンタルを向けないじゃなくて、いや、これもして、こっち側のこれも楽しむ。そしてこれもっていう、こう、いくつかですね、ある意味、こう、言葉で言うと保険みたいに、してるものがあるんですよね。だから一個だけに集中しちゃうからこそ人間はメンタルが落ちるんですよ。誰か恋人がいて、その恋人のことばっかり考えて、もう夢中になって、私はこの人がいないと生きていけないまで考えて、もう朝から晩までその人のことばっかり考えてる。そういう方いますよね。そういう方っていうのは、その恋人がちょっとでも連絡してこないと、え、何って思ってね、え、なんでってなっちゃうんですよ。そのなんでっていうのがね、出てくるからまた負になって不幸になっちゃうんですけど、え、なんで今日連絡くれないの？私たち恋人でしょって、え、恋人同士なのになんでそうやって私を無視してんのってなっちゃったりとかですね、もうその人の一挙手一投足がめちゃくちゃ気になっちゃうんですよ。だからもうその人への執着ですよね。もう一点集中型っていうのはものすごい執着になっちゃって、で、その人がもう本当に自分を幸せにしてくれないと、自分の心を穏やかにしてくれないと、もう許せないなんてなっちゃうっていうことになっちゃって、それでその人が、じゃあ自分からね、こう離れていっちゃうとかなっちゃうとですね、いや、もう別れるなんて言い出したも日にはっていうことですよね。もう大パニックになりますよね。もう私の人生終わったとかね、もうものすごくね、なっちゃって、私鬱になりましたまでね、言っちゃう人もいますよね。だから、本当にですね、何か一つに集中しない、執着しないっていうことなんです。いくつか自分が楽しいとか幸せを感じること、嬉しいとか、ああ、もうワクワクするっていうものをいくつか常に作っとくっていうことなんですよ。
これだけっていうことになっちゃうと、それがロスになった時に自分のメンタルがおかしくなっちゃうっていうことなんです。だから、もしその恋人がね、いなくなっちゃう、別れちゃった時にも、最初はもちろん人間だから悲しいとかショックは受けていいんだけど、まあ、徐々にちゃんと立ち直れるように、ちゃんと別のものを常に用意しといてですね、あ、私にはこれがあるから、今はじゃあこっちをね、楽しんどこう。こっち側ではちょっと悲しかったりショックだったけど、私にはこっちもあるしっていうことで、そういう、余裕を持って生きるっていうことなんですよ。そうすると動揺もしないし、まあ物事を受け入れられて、まあ時間薬もちゃんと効いていってですね、徐々に立ち直ってまたですね、明るくですね、前向きに生きていけるっていうことなんです。だからもう一回ね、まとめますと、〇〇ロスを回避する方法としては、一つ目が、変化するっていうことを認識するっていうことですね。人生も人間関係も物事も全部変化するんです。ずっと同じ状況じゃないっていうことです。そして二つ目に、日々感謝する。今自分にあるものに感謝する。その人間関係に感謝する。物事に感謝する。ありがたいなと思って噛み締めて生きる。そして三つ目が、一つに集中しない。執着をしないで、いくつか好きなことを作っておく。趣味とかね、楽しみを作っておく。まあその三つっていうことです。まあそういうことでね、どうでしたでしょうか。本当にですね、ロスっていうことが本当にこうメンタルをね、落としますんで、まあそれで皆さんね、悩まれたりもショック受けて悲しい孤独だってね、まあ私の人生終わりましたなんてね、もう毎日何も楽しみがなくなって毎日泣いてますなんてね、もう本当にね、そういう方が多いので、まあ今回の動画をですね、お役に立ててください。まあね、そういうお話でしたけども、まあそういうね、私が動画一つ一つで、いろんなテーマでお話ししてて、その中でこの言葉をお伝えしたいっていうことをね、お話ししてますけど、まあ、それをですね、こういうふうにこう、絵の横に書いてですね、インテリアの額として制作してますので、ぜひですね、皆さんお部屋に置いて飾っていただいて、ああ、そうそう、この言葉ついつい忘れちゃうよなっていうことをね、ちょっと目に留めていただけるようにお役に立ててください。で、オーダーの方もですね、お受けしてますけども、ただですね、ちょっと体調がね、本当にあんま良くないので、ものすごく書き込まなきゃいけない、たくさん書くところがあると、絵はね、ちょっと今書けないんですけど、まあ、今書けるっていうその、絵だったらいつでもオーダーをお受けしてますので、公式 LINE とかインスタの DM からですね、この絵、書いてほしいんですけどって、こう、スクショですね、していただいてお知らせをお願いします。そして文字はですね、何でも書いて差し上げますので、こういうね、言葉を書いてくださいっていうことがありましたら、お知らせください。で、このまんまでいいですっていう場合もですね、そのままお書きします。あとですね、アクリル画とかですね、ハンドメイドも出品してますので、いろいろですね、本当に私が心込めて一点一点作ってますので、ぜひですね、楽しんでください。では今回もありがとうございました。